星マティックプロジェクトについてついちゃんがやりてーやりてーやりてーって運営になんか今年の4月とか3月ぐらいから言ってて、で企画書を提出したりしてたの。もうねめっちゃ圧かけてたの私の圧なんてどうってことないと思うけど、運営にとって。マネージャーにこういうのってどこら辺のスタッフが精査するんですかみたいな聞いて、ここら辺のスタッフですねみたいな、あそうなんだみたいな、だからそこら辺のスタッフさんとその案件とか収録とかで会うタイミングがあった時に、あーねーねースタッフさんあれ見ました、企画書みたいな、あー何でしたっけ、まだよくちゃんと見れてないんですけどみたいな、あーそうなんですね、あのめちゃくちゃやりたいと思ってるんでみたいな、そこから圧かけたりとかで、なんかあのスタジオのさ、いろいろなんかやってくれてるスタッフさんとかに、ねえねえこういう企画やりたいんだけどさ、なんかもう年末とかさ空いてっかなスタジオみたいな、うーんあんまり空いてないんじゃないですかね、まあまあでもなんか公式企画みたいな感じにすればあげようと思えばあげるんじゃないですか、あそうなんだ、じゃあもうなんか公式企画みたいな感じにしちゃおうかなみたいな感じでダイレクトアタックしまくってようやっと叶ったんですよ。もうなんか会うたび会うたびに、なんかもう早くミーティングしたくて、もうなんか早めになんかすぐにもう5月とかにはもうしたいんですけど、いつ頃空いてますかみたいな、まあ、結局ミーティングしたのは確か6月だったんだけどああそういうことをしまくってなんとか叶って、で情報解禁の配信と練習配信を1回とやりました。他にももうちょっとカウントダウンが近づけばもうちょっとコンテンツは出てくるんだけど、実はもう終わりなのこの企画実はもうね練習配信とかもうないんだ。そうなんですよ。なんでかっていうと、そもそも年内スタジオがくっそ埋まってて、もともとこの企画のためだけに何個も撮れないみたいな感じの話だったのね。で、せめて、頼む、せめて情報解禁と、練習配信と、せめて2つはお願いしますみたいな。マジで1日になりそうな時もあったんだけど、でもそこは本当に、2つに分けないと意味ないからって言って、もう無理言って2つにしてもらってたのね。だけど、皆さん、これ、言っちゃダメって言われてないから、もうここで言っちゃいますけど、朗報なんですよ。実はもともとこれで終わりで、本編までに何個かコンテンツが出るかなーみたいな感じの企画になってたんですけど、まあ好評だったんですよ。その練習配信っていうのが。いろんな方たちがね、そのコメントで、いや、これが新しいスタジオの進化か、みたいな。すごいところが見れた、みたいな。こういうの見たかったんだとか、なんかすごい嬉しいコメントとかありがたいコメントをしてくださったおかげでですね、私はスタッフさんにバカのふりをして言うことができたんです。もう一回練習配信やりたいよね、なんか結構好評だったしさ、今からはちょっとむずい、まあ、1ヶ月後とかになるとほんとむずいと思うんだけど、まあ、10人集めるのも大変だし、まあ、多分無理だと思うんだけど、もう一回できたらいいよねみたいなって言ったの。したら、まあ、スタッフさんが、まあ多分無理っすねって、スタジオが空いてたとて、スタジオが空いてる日にスタッフを集められるか、で、そのたまたま空いてる日に10人集められるのかっていう話ももういろいろあって、まあ無理っすねって言われてて、いやでも、正直なんか結構期待してもらってて、なんかコメントとかでも、なんかカウントダウン年末までこの企画をたくさん見れるの楽しみみたいなこと言ってる人がたくさんいるんですよ。だからなんかやった方がなんかいいんじゃないかなってなんか思ってて、なんかスタジオのすげえところとかもアピールできると思うから、これはなんか会社的にもいいことだと思うんで、つってもうべちゃくちゃべちゃくちゃべちゃくちゃバカのふりして言って。スタッフさんも、バカのふりして上に聞いてもらえませんかって言って、結果、もう一回できることになったんですよ、なんと。当初は10人でダンスレッスン配信っていうのが、ちょっといろんな機材とかの問題もあって、ちょっと難しいかもなーって言われてたんだけど、言われてたから、グループ A とグループ B に分けて配信してたんだけど、でも、その、情報解禁配信で10人で、その、やった時に、案
外いけるくないってなんか私も思っちゃって、あ、案外いけるんじゃないですかねっつってご利用した結果、10人での練習配信ができることになったんです。うわー、本当はね、当初はなかったんですよ、10人での練習配信が。本当できないって話だったんだけど、あのいろんなスタッフさんのご助力のおかげでできることになりました。楽しみだね。あの12月に入ってからになると思いますので、それまでちょっと時間は空くと思うんですけど、お楽しみにと。ごねてよかった、本当に。この企画を私自身もすごいね、楽しんでやってるし、他のみんなにはさ、なんか、稼働する日がもう一日増えちゃって、本当に申し訳ないんだけど、みたいな感じで相談したら、もう全然いいよ、10人でやりたかったし、みたいな。みんな言ってくれて、ありがたい限りです。う温かい世界。ゆらゆらナイスグッドゆらゆらグレートゆらゆら